どうもスです。皆さんこんばんは。今私はですね、羽田空港に来ておりまして、時間が21時25分。まあまあ遅い時間です。で、今日はですね、久しぶりにこちらの羽田空港第3ターミナルから海外の方にですね、今から日本を出国して行こうと思います。今回はかなり久しぶりに羽田空港を利用しております。国内線はね、まあちょこちょこ使うことあるんだけど、国際線ほぼ使うことは私ないので、なんかすごい新鮮な感じがして今ワクワクしてるんですが、まあ、この時間にいるということは深夜便に乗るということになりますよね、普通はね。そうで、まあ、文字通り今からなかなかね、厳しい、めっちゃ遅い時間の深夜便をちょっと今日乗っていこうかなと思います。この後羽田空港を、翌日日付が変わって2時20分に出発する香港行きの香港エクスプレスですね、 LCC のそちらに乗ってとりあえず今から香港に移動します。香港は今年の2月頃だったかな、確か行ってるので、4ヶ月ぶりぐらいですかね、で羽田空港から香港に行くっていうのは今回初めてです。今までセントリアかもしくは海外から直接行くっていう感じをしてたんですけど、LCC がねこの羽田空港から飛んでるのでめちゃくちゃ便利ですよね。成田空港じゃなくて羽田から使えるんで、香港エクスプレスはそれに乗ってですね、とりあえず香港に行くという超深夜便でね、そのお話をちょっと今回、まとめて一本の動画にしようかなというふうに思っております。今回のね目的地は香港ではないんですけどね、とりあえず香港に行くという感じで今回はお届けしたいと思います。それで今21時30分なんですけど、ちょうど目の前の M カウンターで羽田空港の LCC がね、チェックインカウンターとして使ってる場所なんですけどね、今エアアジアのロゴが出てますが、22時から香港エクスプレスですね。もう今モニターは香港エクスプレスになってますけど、はい、でここで今からチェックインしていくということで、で今回はですね、フルフレックスで買いましたんで安かったんですけどね、運賃は1万6000円ぐらいかな、税金等々入れて2万円超えてるんですけども、荷物預けるのと優先チェックインとか、あと荷物が早く出てきますよみたいな、そのパックで買っております。香港エクスプレスは LCC なんですけど、このキオスクでですね、セルフでやることがちょっとできないんで、絶対カウンターに行かないといけないというパターンですね。その方がいいという人も結構いると思うので、自分はあまり気にしてませんけどね。事前に座席を見たときは全然お客さん埋まってなかったんですよね。一列独占はもう確定じゃないかなっていうぐらいだったんですが、今当日ねどれぐらい増えるかわからないので、チェックインしてから確認していこうと思います。すでにですね、私はもうこの時間で眠いので、今日はねなかなか絶望的なフライトというか、寝てしまうんじゃないかなと思います。2時出発ですよ、2時20分出発で、香港に朝6時着なんですけどね、あえてその便取ってるんで、自分の行動する時間の絡みもあってね。であと一番安かったこの便が、1日今ね3便ぐらい出てるはずです、香港、こちらの羽田空港往復っていうのね、この香港エクスプレスが。はい、なんでとりあえずもうちょっと待ちましょう。ということでチェックインの完了いたしました。22時からチェックインスタートって聞いてたんですけど、今日お客さんが多いということで15分早くですね、もう始まっておりました。でね、残念ながらね、この便、この超深夜便ですよ、2時20分に出発する便なのに満席だそうですやばいよね。なんか確実に私の隣にはねお客さん来るという状況で、横になって寝るというね、その願望はもう途絶えました。すごいねそんなに乗るんだ。それでチェックインの時に確認されるものは本当パスポートだけかな、あと帰りのチケット持ってるか、それぐらいしか聞かれなかったんで、あっという間にチェックインもできましたし、今回ですねチケットの方は安いセールのやつじゃなくてフルフレックスの方で取っておりますので、3000円ぐらいしか値段違わないんですけどね。そう、手荷物もついてるし座席指定もできて、であとはあれか、その優先チェックインと、あと荷物もプライオリティタグついてたんで早く出てくると思います。ちょっとその3000円っていうのはその時によって値段が違うのかは分かんないけどね。そう、一番安いやつが1万6000円ぐらいだったけど、1万9000円ぐらいでそれを選べたんで、今回それを、選んで今回チケット買っております。でもうやることないんですよね。で LCC なんで、しかも羽田空港ね、プライオリティパス使えるとこありませんので、もうこれで飛行機乗るまでね、もう一切やることないっていう感じだから、まだ出国はしてないんだけど、ちょっと適当に羽田空港あんま来るタイミングないんでね、特にこの第3ターミナルちょっと見ていこうかな。この時間ね、見てください見えるかな、保安検査場、あれやばいよ。軽く見積もっただけでもその入り口に入るまでで3、40分かかるんじゃない、この時間ですよ。10時ですよ、10時。今からね出発する、特に長距離フライトの、機材が大きいね飛行機がたくさん離陸する時間なんですね、この先ね。もうあと1、2時間後ぐらいに、だからたくさん混んでる時間なんだよね。はい、あちらエミレーツですね、その奥タイ航空、その奥がマレーシア航空、もう全部すごい並んでます。ステータス持ってない人はね、もうああいう風に1時間ぐらい並ぶんじゃないですかね。うじゃうじゃです。で、あとこっちはもう日本航空で、
通路挟んで向こうが ANA でもそれもすごいですよ、うん、で保安検査場が見えるかな、ちょっとまあ見えないぐらいがちょうどいいね、あそこ出発デパージャーって書いてあるところなんですけど、すごいよくねくね、もうね、あそこ今から自分も並ばないといけないんだけど嫌だな。フライトはねこの時間たくさんあるんだけど、お店はね全部閉まってるっていうのがこの羽田空港の今問題みたいですね。食べるところがないっていうことで、まあラウンジ入れる人たちはね全然いいんだけど、うん、これはあのおにぎりボンゴのなんだ親戚みたいな感じのおにぎりコンガっていうところですね。食べたかったけどね、最初あの来た時空いてたんだけどすごい並んでたからもうやめたんだよね、うん、あとこっちもあと奥に行けばモスバーガーとか吉野家もあるんだけど、24時間オープンではなくて、一応ね看板には24時間って書いたんだけど9時で閉まるということで、もう閉まったんじゃないかな、うん、閉まったね。羽田空港から出国するとなるとこの橋をね渡りたくなる人が多いと思うので、全然ねルートと違うんですけどわざわざちょっと来てみました。こういう橋が外国人の人たちに人気ですよね。さっきもすごい人いっぱいいたもん。こことりあえずまだ早いんで、適当にちょっとグダグダ時間を潰してから保安検査を受けて出国したいと思います。もう満席って聞いちゃったからもうテンション下がっちゃったな。あんま動画も撮れないかもしれないですねまあいいや、とりあえず、はい、ちょっと時間潰します。ということで保安検査と出国審査終わりました。もうあとゲートに行くだけですね。やることがないんで2時間あるよまだ。お店もこんな時間なんか全然やってないんでね、ちょっとベンチかなんかに座って仮眠しようかな。もう眠くて死にそう。すごいですよねこの時間で人いっぱいいるもんね。お店とかやってたらもっと華やかなのにね。チャンギとかさ、タイとかずっとやってるじゃないですか。あ、朝来ても夜来ても。さっき確認したら一番端っこでした。さすが LCC、 これはね遠いよマジで遠い。やばい、超食いたいつけ麺、めちゃくちゃ食いたい。でもすごい並んでるもんな、ずっと奥までね、軽く50人ぐらい並んでるいやーそんな高くないね、なんか安く感じるわ。この制限エリアでつけ麺940円って安くない？海外だともっと高い気がするもん。うわー超食いて、六輪車我慢しよう、これの我慢が大事。すごいね、もう深夜0時近いのにめっちゃ人いるわ。もう疲れたもう俺夜弱いからさ、本当皆さんごめんなさい。もう本当に通常の3割ぐらいのあれで動画撮ってます今。全然ね気力がないです、深夜便嫌いです実はということで搭乗ゲート付近まで移動してきました。おそらくね自分初めてです、ここのなんだろう待合所に来るの。だいぶ奥ですね、一番どうなんて言ったらいいか、正面向かって一番右側かな。ちょっとすいません例えが悪いかもしれない。ただね全部の場所にコンセントあるんだね。これ全部コンセントですよ、すごいね。広いし、まあ向こうがゲートの方なんであっちに人がいっぱいいるんですけど、今人がいない方来たんだけど、すごいわ。ただ残念なのはこのベンチは硬いプラスチックっていうのがちょっとねあれですけど、ただ手すりないんで、あの肘置きか横で寝れるタイプですね。俺寝ようと思ってます今から。ああもう無理、今放送でですね、まあ、今日満席というのはさっきカウンターで聞いたんですけど、荷物をねあの機内に持ち込める、まあ持ち込んでおくスペースがね足らなくなるということで、今ね名乗り出てくれた人は、無料でですね、あの預け荷物として重量関係なくあの預けてくれる人いませんかと言ってますね。あ、まあ、俺も今スーツケースちっちゃいの預けちゃってるからね、リュック預けちゃうと何にもなしになっちゃうんで、ちょっとそれは今回やめようと思いますが、
例えば手持ちの、ね、機内持ち込みのスーツケース持ってる人とかでも今ここで協力しますよというと無料で運んでくれるとやってくれるみたいですね。まあでもここに来て預けると逆に損かね。ターンテーブルで荷物持たなくてもいいようにちっちゃいスーツケース頑張って持ってきてるんだからね。そういうことか、まあ、無料で預けれるっていうのは今言ってますね。ということでちょっと1時間ぐらい寝てたんですけど、こちらですね、今から私が乗るのが UO629便、2時20分発ですね。はい、それでは間もなくというか30分後ぐらいから並びます。それでは搭乗開始です。今優先搭乗が始まりまして、自分のパッケージがこれなんで優先搭乗で入れそうです。ということで1時57分ゲートをくぐりました。しんどいねこの時間ね。それで今飛行機の中入りました。321ですね。で、まあ感覚はキツキツ LCC っていうよりもちょっとゆとりがある。まあどうかな、普通のレガシーの航空会社のエコノミーと変わらないぐらいは広いかもしれないですね。座席は4の F、 だいぶ前の方です。まあアナウンスでね、今日全席満席って言ったんで、まあ後からお客さん確実に来ると思います。モニターとかもちろん LCC なんでないんで、あとは USB とかもないかな。はい、もうひたすら多分寝るだけです。ちなみにですね、前回香港入国した時に E チャンネルの方登録しているので、今回香港入国も自動化ゲートで行けると思います。それめっちゃ楽ですね。まあおそらく LCC のこのダイヤ設定は遅れる時間を考えてるはずなんで、帝国のその6時ジャストに香港空港を着くっていうでダイヤになってますけど、多分装着すると思います。We're expecting generally good weather conditions throughout the route with the possibility of light turbulence. This plane is UO629 to Hong Kong. We're ground personnel, please leave the aircraft. We're ready for departure. Thank you. ということでドアが閉まりました。欢迎你乘搭 HK Express 航班 UO629 前往香港。预计今日嘅飞行时间大约需要四小时，希望你同我哋一样享受今日嘅飞行旅程。Hello, warm welcome on board this HK Express flight.UO629 to Hong Kong. Our flight time today will be 4 hours. Hope you enjoy the journey just like we will. Later on, may we please have your attention for our safety demonstration. Thank you. 如果有任何电子产品摄咗喺座位里面，请唔好擅自调。
本編の途中ではございますが、少しばかり広告をお許しください。毎度おなじみ NordVPN のお知らせです。ぜひ概要欄にあるリンクから、あとチャンネルのクーポンコードを活用していただいて、2年間プランを契約いただくとご利用期間1ヶ月延長というサービスをやっておりますので、皆さんよかったら検討していただければと思います。今私は韓国のソウルのホテルにですね、今宿泊して滞在してるんですけど、まあ、こういったホテルであったりね、まあ、商業施設であったり駅だったり空港だったり無料 Wi-Fi あるじゃないですか、まあ、皆さん絶対海外ね行かれたらアクセスして使うと思いますけど、そういったフリー Wi-Fi をね、まあ、安心安全に使っていただくためにですね、まあ、VPN の接続というものをね進めております。特にお仕事で海外に行かれる方、お客さんの大事な個人情報であったりね、まあ、機密情報っていうのをね自分の持っているタブレットだったりパソコンだったりスマホに入っている状態で公共 Wi-Fi、フリー Wi-Fi に接続するとね、もしかしたら誰かに、第三者にですね、盗み見されて悪用されるという可能性はありますので、VPN をかますように皆さん会社で言われている方も多いと思います。ここ最近はもう VPN をつなげましょうっていうのがね、まあ、一般的になってきてて、で逆にこう野良 Wi-Fi というか、そのようなセキュリティがしっかりとしていない Wi-Fi に接続するのはタブーとされていると思います。NordVPN を契約していただいて、アカウントを作ればですね、ワンクリックコネクトといって、アカウントさえあれば、ワンクリックで各サーバーに簡単にアクセスできるようになっておりますので、難しい設定とか操作は必要ありません。今後海外に行かれる方ね、仕事であったり、旅行であったり様々増えると思いますので、よかったらですね VPN サービス契約してみてはどうでしょうか。冒頭も言いましたが、現在 NordVPN では2年間プランご契約で1ヶ月延長というサービスをやっております。詳しくは概要欄のリンクより私のチャンネルのクーポンコードを活用していただいて、2年間プラン契約とそのサービス受けれますので、よろしくお願いします。それでは本編に戻ります。乘客收起扶手放下并扣好安全带，同时请你关掉大型电子用品，例如手提电脑，并妥善放置于前面座位下或行李架内。多谢。欢迎来到香港，现在是当地时间上午6:03。Dear passengers, welcome to Hong Kong. The local time now is 6:03 in the morning, and the temperature is 29 degrees Celsius. Thank you so much for flying with HK Express. We can't wait to see you again soon. Thank you and goodbye.ということで香港国際空港着陸いたしました。装着するかなと思ったんですが、出発が遅れてたんで、まあ、ほぼほぼ定刻通り6時ちょうどの、はい、6時4分ですか到着ですね。とりあえず、まあ、このままイミグレーションを受けますね。飛行機降りて、谢谢谢谢。
ということで香港入国完了いたしました。めちゃくちゃスムーズでしたね。荷物もすぐに出てきたんで、あっという間にもうこの制限エリアから到着フロアに、ね、出てくることができました。現地時間の今まだ朝7時前、早い時間なんで結構空いてるんですけどね。ということで今回は羽田空港からね、香港エクスプレス超深夜便ってやつをね使ってですね、2時20分発めちゃくちゃ遅い時間のフライトですね、それを利用して朝早い時間に香港に着くということで、まあね、仕事でいろいろ時間分刻みで動いてる人にとっては都合がいいかもしれないですけど、旅行で考えたらね結構厳しいね。申し訳ない、ほぼねもう私は寝てました、あの飛行機の中で。だから機内サービス、まあ、LCC だからないけど、機内販売みたいなのやってたのかすらわからないもうずっと寝てて、起きたらですねもう明るくなってたんで、はい、なんで今日全然動画撮ってないんですけど、まあこんな感じでした。それで今香港に入国したばっかりなんですけど、これからちょっと変わった方法でですね香港を出ようかなと思っております。まあ今回ね来た理由がそれですね。詳しい話は次回の動画でお届けしようと思いますんで、香港で滞在するっていうのは今日はもうないので、今回はね違うところで滞在しようと思いますので、はい、そんな感じで引き続き次回の動画でお届けしたいと思います。一旦この動画ここまでで終わりたいと思います。ご視聴ありがとうございました。